あのさ、小西ウォッチャーの俺のことを舐めるなって言いたいね。秒で頭の中で点と点が繋がって1000になったわ。皆さん、こんにちは。はにゃです。本日は2024年3月21日ですね。で、この動画では自民党キックバック騒動に関連して、大野党立憲民主党の次期議員が、 同等執行部を馬鹿にしてる件をお伝えしたいと思いますので、やはりブーメラン政党は一味違うぜと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また明日夜11時半からライブをしてますので、良ければコメント欄、固定コメントからどうぞ。では今回の目次はこちらです。 では、早速こちらのツイートをご覧ください。こちらは、オリンピック選手は全身筋肉だから、筋肉注射をすると副反応がすごいのでは、と委員会で質問などをした結果かは知りませんが、2021年の衆議院選挙で、残念ながら落選し、今年初めの能登半島地震では、議員ではない状態で募金を現地に届けに行くなどして、 しかしながら、比例で二人も抜けたおかげで、来月にも衆議院議員に繰り上げ当選する予定の、川内博氏の3月20日のツイートですね。以下引用です。記事の中で、党則の中で上から4番目にに重い処分と言ってる。上から4番目だったら、それは重いとは言わず軽いだろう。国民をミスリードしてどうする以上ですね。 で、これは今、自民党が揺れているキックバック騒動に関して、塩野議員や二階元幹事長に対しても処分をするのではという報道なんですが、じゃあ,あ、川内さんの指摘している記事を読んでみましょう。こちらは3月20日のテレ朝ニュースの記事ですね。以下、一部引用です。 自民党派閥の裏金問題をめぐり自民党は安倍派で自立上のトップを務めた塩谷元文部科学大臣と二階派の会長を務めた二階元幹事長について重い処分を科す案を検討しています自民党は塩谷元文科大臣と二階元幹事長に対し党則に基づく処分としては4番目に重い選挙に出る際の非公認以上の重い処分とすることで調整を続けています また、2022年8月に、キックバックの再開について協議をした安倍派幹部の3人の、西村前経済産業大臣、下村元文部科学大臣、世耕前参院幹事長についても重い処分とする案が出ています。以下略。以上ですね。おお、ある意味、なかなかすごい気がするんだが、ちなみに他の報道を見ていると、岸田総理自身の処分も検討されてるとか、 二回元幹事長の処分は元幹事長への処分なので党執行部で議論をしないと処分ができないのではという話が出たりまだ話題がありますがでこの件について川内氏はテレ朝ニュースが党則に基づく処分としては4番目に重い選挙に出る際の非公認以上の重い処分という表現の重いという表現に対して上から4番目だったらそれは重いとは言わず軽いだろう国民をミスリードしてどうするとコメントをしている。 で、これはちょっと直感的に考えると、川内氏が正しいと思えるっぽいが、実際調べると、実は微妙。えっと、こちらは西日本新聞のワードボックスでの自民党の処分の説明ですね。それによると、自民党の党則に基づく処分は、重い順に、1、除名、2、離党監督、3、党員資格停止、4、選挙における非行に、5、国会及び政府の役職の辞任勧告、6、党の役職停止、 7、開国。8、統足の順守勧告。の8段階存在するとありますね。はい。ですから実は、単純に今回の上から4番目の選挙における非公認とは、下から数えて5番目ですから、単純に数字で考えても重い方の処分と言えます。また、中身で考えると、これまで厄介。次の選挙での非公認となると、それは比例復活もなくなります。 選挙活動におけるポスターなどの点でも不利になります。ですからこれ、選挙で勝てる見込みが減るわけで、結構やばい処分ではあるんですね。また、党員資格がない状態でも、当然、公入を受けることができませんから、今、いつ選挙になるのか、微妙な時期に、これ以上の処分は、議員資格剥奪にかなり近いといえます。 ちなみにこの手の話で思い出すのは立憲民主党の西村ちなみ議員の配偶者で、現在は米山隆一議員の秘書をやっているのかな本田平直氏に対する処分の話ですね。不同意性交罪においていろいろ問題発言があったのではということで、党員資格停止半年だったかなそんな処分が出そうだったんですよね。ただその時期って2021年の夏くらい。えっと、菅政権で衆議院議員選挙が 任期の関係で半年内に確実に行われる状況だったので、この党員停止処分は事実上選挙で一切立憲は応援しない宣言だったんですよね。あまりに重い処分ではという話もありましたが、結局この処分が出る直前に本田さんは自ら辞めることに。まあちなみにこの件、その後処分に関して不満があるということで本田さんが文句を言ってますね。ですから、 この上から4番目の処分という選挙に出る際の非公認はかなり重い処分とわかりますね。まあ、とはいえ、二階さんは前回選挙でも結構ぶっちぎりだったし、自民公認がなくても普通に当選してそうだけど、ただ、塩野屋さんは比例復活組。これは辛い。 にしても、えっと、川内さん、実態を考えても、形式を考えても、ミスリーディングじゃなく、むしろ、川内さんの発言がミスリーディングだと思うんだが、もちろん、もっと重い処分をと思うのかもしれないけど、文章としては変だよ。それだったら、離党すべきだとか、そういうことの説明をしないといけないよ。とはいえ、実質的なことを考えると、批判しにくいってのがあるのかもですが、それにまあ、もちろんそれをすると、梅谷議員のことをみんな思い出すんだけど、 ただね、もしかしたら川内さん、現在の執行部への抗議をしているのかもしれない。私はこのチャンネルをすでに4年ほど運営しており、また政治系っぽい感じのことを数年してますから、頭の中にここ数年のことは結構入ってるので、川内さんのこのコメントを見た瞬間に脳内で点と点が繋がって線ができましたね。はい。皆さんの頭の中でも点と点が線になりましたか思い出してください。重くて軽い、口頭注意。 という処分のことを。はい。小西議員が昨年の2月頃だったかな。放送法の解釈変更に関することで、岸田政権、そして高市さない大臣を求断してましたよね。しかし、そんな中、3月下旬に思わず記者の前で、衆院憲法審は去る、みたいなことを言って大延長。しかも、自分の独自の解釈で、小西ルールではその話はオフレコだったはずなのに、産経新聞などがこの件を報じた関係で激怒する。 その中で産経新聞やマスコミへの圧力と取られるような発言などをして、結局小西議員は当時役職から降りたり、またネクストキャビネットの官房副長官から姿を消したり、参院憲法審査会の筆頭幹事から降りてみたりと、最近またなんか役職についてましたけどね。まあ、そんな騒動がありましたよね。その際に小西議員の態度がおかしいとか、マスコミへの対応がまずかったということで処分が下ったんですよ。 それが岡田幹事長による、幹事長注意という処分。で、これは立憲の統則に基づく処分ではあります。よく原口議員なども注意を受けていますが、あれは統則に基づかない注意ですから、ガチで、こらって口で怒られた程度のようですね。それと違い、幹事長注意は統則に基づく注意ですから、ガチの注意です。しかし、えっと、これ、4段階ある処分のうち、一番軽い処分なんですね。 で、緊急事態宣言中に風俗に行ってハッスルしちゃった高井隆さん。現在、令和新選組の幹事長ですが、彼の場合は枝野さんから怒られて除名ですから、そしてさっきの本田さんが党員資格停止ですから、それらを考えても小西処分は軽すぎじゃねってことで話題になったのですが、 当時の岡田幹事長は2023年4月11日記者会見で、契約上は4つの措置の中の最も軽いというか最初に出てくる。その次は常任幹事会による厳重注意ですから、幹事長による注意というのは軽いといえば軽いということになります。順番をつければ一番軽いかもしれませんが、幹事長の注意というのは私は重い措置だと思っています。幹事長というのは軽い存在ではないと思いますので。 それを真剣に小西さんは受け止めてもらいたいと思います。あとは彼自身が具体的にどういう行動をするのかというのはこれから見守りたいと思います。とか言ってるんですよね。で、皆さんご存知の通り、この後も 3K 記者に対して喧嘩を売るようなことを小西議員が言ったりして、どう見守ったのとツッコミを入れたくもなりますが。 で当時この幹事長注意があまりにも軽く意味がないのではということで記者からも質問が出てるのですが「幹事長注意という処分の中で一番軽いしかし重い処分だ」ってことがネタになりましたが時間を超えて川内さんがいじり始めてますね。てか多分この人小西問題ののこととが思い出されるかかか考えてななったのかなにしてもいつも言ってますが身内に甘いからこんな風にブーメランになっちゃうんだよね。 そして川内氏の場合は適当に言葉を濁して話してるから私みたいな調べる人が出てきちゃうとデたらめが露見しちゃうんだよねそんな彼は来月に議員に繰り上げですかますます立憲民主党の質が私は野党がね自民党を勢力的に脅かせるぐらいそれぐらいの均衡関係をずっと願ってるんですけどもまあねもうちょっと諦めてますけども 立憲民主党の質が落ちてくると、ますます私は頭が痛くなってくるんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想コメント欄でお伝えください。またね、本田平直氏が自分に下されそうになった処分に対して、むちゃくちゃ怒ってる件についてお伝えした動画はこちら側に。そしてこちらも結構大事だと思うんですけども、この度ね、議員に昇格しそうな川橋博さんが、 天皇陛下の政治利用をしようとしたということでね、こいつ議員として最低じゃねえかっていうことをしたことについてお伝えした動画をこちら側に合意してますので、ご存知ない話がある方はぜひともチェックしててください。ではぜひともチャンネル登録、そしてね、皆さんの高評価ボタンがこの動画の拡散につながりますから、良かったと思う人はね、いいねボタンを忘れずにしていてください。では次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。